はい、マッソゲームズです。はい、今日はですね、マッソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回はですね、後ろに見えないな。後ろのね、経験値トラップタワーでね、アイテム仕分け装置を作っていきました。でね、今回ね、何やっていこうかなっていろいろ考えたんですが、ちょっとね、街を大きく、さらに大きくちょっとしようかなと思いまして、TLT を使ってね、ちょっと整地を今日は行っていきたいと思います。アイテム仕分け装置をまた作りたいなって思うんですけど、ここら辺に作るのがなんとなくベストな気がするんですよね。まあ十分作れるだけの土地はありそうな気がするんですけど、まあここに作っていこうかなと。でね、今ね、拠点というか家でね過ごしてますけど、外で過ごす機会が多くなってしまうかもしれませんが、この辺りにね、その経験値じゃなくて仕分け装置を作るために、ちょっとね TNT で仕分けです。はい、で仕分けじゃないよ、 TNT でちょっとね、整地していきたいと思います。で TLT ってさ、結構意外とこう壊れないんですよね。うん、それ最近知ったんですけど、よし、まあどんぐらいのペースで置いていいのか分かんないんですけど、ちょっとまあ結構置いてみよっか。はい、こんな感じで、計なぜかね、今ねあれ持ってないんですよね、スコップ持ってないんですけど、 TNT をたくさん置きまして、一気にね爆破させたいと思いますよ。はい、どんぐらいになるかな、ここのさ、丘を全て消し去りたいんだけどな、多分そこまではさすがにいかないだろうな、うん、とか思いつつ、仕分け装置作ったらさ、めっちゃマインクラフト便利になりますよね。あとなんか皆さんが見てて、マスオさんこれ作った方がいいんじゃないっていうね、そういうのがあったらね、教えていただけたらなって思うんですが、はい、何作ったらいいかな、鶏肉製造機とかもね、そういえばこっちの拠点では作ってないですからね、鶏肉製造機作るのもいいなとか思いつつ、ちょっとこういっぱい設置してるんですけど、これさ、拠点壊れちゃったりしないよね、大丈夫だよね、こっちの方向だから大丈夫だよね。ただここまでさ、 TNT が届かないっていう可能性が結構ある、虹が壊れちゃうかな、それとも、うん、まあいろいろありそうですけど、はい、まあ今たくさん設置してます。おー、いい光景ですね。さらにちょっと置こう。よし、いや、馬小屋とか壊れたら怖いな。壊れないよな、大丈夫だよな。ちょっと密着しすぎかなこれ。よし、よし、はいはいはい、ダダ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 ーンって一気に壊れるのを予想していますが、意外とさ、ちょっと遠いとさ、全くこう続かなくて壊れないってこともありますからね。じゃあ最初の地点ここら辺にしようか。はい、ここら辺から一気に壊していくと。スコップ欲しいな普通に。よし、あ、ここもいいですね。よし、あ、ここら辺もいいな、置いて。よし、結構な数置いたよねこれね。整地としては十分じゃない。はい、 TNT だらけ、これを今回は爆破していきたいと思います。全部しっかりつながるかだよね。うわ、馬小屋壊れそうで怖いけど大丈夫でしょう。じゃあ早速、うん、これ火つけていきましょうか。今回はね、さらっと整地ですからね。よーし、火打ち石でこれだけの多いの今まで使ったことないな。いきます、いきます、せーの、ゴー。やばい、やばい、おお、うわー、おお、すごい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 、おお、すごい勢いで整地されていく。うわー、すげえ TLT って一瞬だったよ。てか
めっちゃ一瞬で整地できるじゃん。整地じゃないか。爆破。すげえ。え、大量だね、これね。一気にこう平らにできそう。あ、ちょっと待って、これはつけて。あ、違う違う違う、そこじゃないって、そこじゃないって、ちょっと。へえ。入った。もう2、3個かな、これ。おお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 お。まだやっぱり続いてないのあったね。おお。でもこれなんかさ、一瞬でこう綺麗にできそうな気がする、この感じだと。怖い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 。おお、素晴らしい。すげえねー TNT ってね。これ全部壊れたのかな、こっちの TNT は。よし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 。おお。あ、壊れた臭いですね。よし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 。おお、素晴らしい。一気にこのように平らにできました。ここにまた新たな何か作ることができるね。っていうかさ、そう考えるとさ、この丘もいらないね。この丘もちょっとやっていきましょうか。で、その前に今ね、木材ないんで、ちょっとこれをゲットしといて、これでまた行こう。すごい楽しい TNT。 やばい、こんなに一瞬で綺麗にできちゃう。いやー、いいっすね。なんか TNT って聞くとさ、なんかせっかく作ったのをこう爆発しちゃうイメージがありますけど、こういう風にちゃんと使うと便利ですね。はい、ということでね、 TNT 置きました。さすがにね、2スタック置けなかった、量的に。でもね、これでかなりこの丘が綺麗になると思います。ではこれで着火していきましょう。いきます、 TNT 爆破。3、2、1、GO! どこまで行くかな?お、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 おー!きれい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 !すごいすごい!かなりいいけど、あ、途中で止まってしまったなぁ。あ、ちょっとあっちが見えない、あっちが見えない。追いかける、追いかける。おっとっと、どうなってる、どうなっている、どうなっている、どうなっている。あー、おー、おー、一瞬。はい、ということで TNT でかなりね爆破してったんですけど、うん、一瞬でこんな感じで丘がほぼ消えてしまいました。まあまだ残ってるけどね。元はもっとね、全然高いところにあった、このチェストよりも高いところまで丘が続いていたのに、もうこんな低い土地になっちゃいましたね。すごい。まあ丘あるのも僕は割と好きだったんですけど、まあでもね、ここがまた有効活用できるって思ったら、またそれはそれでいいんじゃないかなと思っちゃいます。はい、ということでね、ここ整地して、なんか有効活用していけたらなと思ってますんで。はい、ということで、いや、何やっていこうかな、次回は。はい、まあ一つ一つやりながらね、拠点を広げていきたいなと思います。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。